ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんこんにちは、です。ミネオです。本日はちょっとさまざまなね、ドロップ場所、こちらの方をまとめたものを、ご紹介させていただけたらと思います。まあ無課金、美課金の方はやっぱりドロップ装備っていうのはかなり重要になってきますので、ある程度進めて行き詰まったりした方はぜひね、これを参考に、ドロップ装備の場所を周回していただけたらと思います。はい、ではまずは初級クエの星にドロップ、まずはこちら、はい、左に載せております。こちらの方を参考にしていただけたらと思います。私のおすすめとしては 2-14 鱗の盾。マームさん結構ね、回復なんでどうしても必要になってきて、この鱗の盾装備できますので、ぜひぜひドロップ装備狙ってください。で、割と落ちやすいです。はい、いらなくなったら分解もできますし、ということで、星にドロップ装備は以下の場所となります。はい、では続きまして中級クエ、次星さん、こちら武器関係ですね、ドロップ装備になります。はい、ということでまたこちら左にね載せております。はい、こちらも一応3-4のペロリンステキ、こちらがマームさん専用武器となっています。これは割とこれも落ちやすいし、非常に使い勝手がいいと思いますので、ぜひ狙ってみてください。はい、では続きまして、特技書ドロップですね。はい。ということで、こちら今話題のね、ヒュンケルイベント6話の捨て身の書がもう取り放題ということで、かなり皆さん、毎日紹介してるんではないでしょうか。それとは別に、やはりね、話題になってる3-8のホイミ。これを、まあ、3-4-5を習得するによって、だいぶクエストが楽になると思います。ぜひ、狙ってみてください。はい、じゃあ、続きましては、紙片ドロップの方ですね。こちら、はい、どうぞ。こちらに関しましては、やはりね、ヒュンケルイベントが今、出てるのと、一応ね、これまでの周回場所もね、かなり重複する場所も結構あると思いますのでね、一応これだけの場所ではないということをご理解の上、周回していただけたらと思います。他の場所もね、もちろんドロップする場所はありますので、その辺は一応おすすめ場所ということでご理解していただきたいと思います。はい、今現状ね、ストーリーで、ドロップしてるのはおそらくこのぐらいなのかな。敵を倒す。はい、またね、続き何か分かりましたらご報告させていただきたいと思います。皆さん、よければチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。